今日は対決だ。その前にフグにやられときます。なんでだよ、意味がわからんな。意味がないといけないんですか？では人間はなぜ生きてるんですか？厳しい質問するな。人間は綺麗な音色のおならをするために生きているのです。そんなわけないでしょうか。今日はセキュリティハウス作り対決で行ってみよう。モンスターから身を守ってくれる家ね。改めまして皆さん、どうもコンコンチドイヒーです。絵のタッチが違う。それじゃあ僕から作っていこう。僕は家をマグマブロックで作っちゃうもんね。それは果たして家なのかな。これが家だって言ったもん勝ちだからね。まあゲームの世界では何でもありか。そうだよそうだよ、土で四角作ったって家なんだし、山に穴開けたって家なんだし、マグマに囲まれてたって家だよ。やられちゃったら家じゃないと思うけどね。でっかい豆腐家ができたよ。まあ色的に麻婆豆腐家かな。まあ確かに色的に麻婆豆腐っぽいね。周りには辛味噌だれを入れていく。いろんなもの料理に例えなくていいからマグマでしょ。家に来ようとしたら敵全員マグマタイプだ。みんな大好きマグマタイプ。家の中もマグマにしちゃおう。それはめちゃくちゃ過ごしにくいじゃん。当たり前だのブラックマン。こんなところに住んでたら危ないけども、だけどモンスターが入ってきたら勝手にやられてくれるよ。だから安心全身破壊神バカバカ。住みにくかったら意味ないと思うんだけどな。あとはおしゃれにするために僕の顔を作っとこう。僕の顔って感じがしていいでしょって。誰だこれ、全然似てなくて。あちびちばー。あとあとセキュリティと言ったらなんだろうな、家に入ってくるときにトラップがあったらいいかな。確かにすんなり入られるのも嫌だもんね。じゃあ発射装置を使って弓矢が出てくるようにしよう。これで入ったときに弓矢を食らうよ。まあ僕が家に帰ってきた時も弓矢食らっちゃうんだけどね。ダメじゃないか、なんだよそのトラップは。飯も祭りで最高じゃん。マグマの周りにマグマブロックもつけてよりダメージを食らうようにしておこうかな。あとバリアブロックをつけてそう簡単には入れないようにしておこう。ビーコンでセキュリティっぽさを出しとけば最強セキュリティハウスの出来上がり。これで人生優勝、あんたが大将、派手ですごいぞマグロの解体ショー。マグロの解体ショーじゃないくる。皆さんどうも、ツルツルピカーン先生です。先生は制限時間2分ね。先生に厳しすぎでしょ。ものすごいセキュリティハウス作っちゃうからね。先生には大期待してるよ。先生はダイヤモンドで作っちゃうよ。かっこいい家になっちゃうね。ダイヤよりも先生の頭が光ってる。先生の頭の輝き16カラット。なんで真顔で黙るんだよ。そしてそして発射装置を使って弓矢で攻撃できるようにしよう。発射装置から弓矢は僕のものだよ、取らないでよ。別に誰のものって決まってないから。そして周りにはマグマだ。これも僕のやつじゃん。いやいや、セキュリティハウスと言ったらみんな周りマグマに従うから。なんか落ちたら針とかいろいろあったらいいのにね。確かにトラップモッドとかあったら面白そうだね。そうだよ、納豆でネバネバで動けなくなるとかね。なんかそんなのは嫌だな。モンスター入ってきにくいように入り口は細くしとこう。そして身動きを取れなくするために蜘蛛の巣も置いておこう。なるほど、これに引っかかりしっかり弓矢を食らうってことか。ってなんかエコーかかってたんだけど。そしてこの前に糸のトラップを作っておこう。これに引っかかり弓矢が出るよ。弓矢じゃなくて
おはぎが出てくるようにしてほしいな。なんでだよ、なんで敵に食べ物プレゼントしてんだよ。せめてぶつかったら痛い食べ物にした方がいいよね。何言ってんだこのハゲ。あとは万が一家に入られてもいいようにマグマが出せるようにしておこう。これで襲われてももう安心。さあ最強セキュリティハウスができました。皆さんどうもバカバカップバカキンです。バカキンもやるのかよ。バカキン負け確定だけどやらせてあげようよ。僕は土を使ってセキュリティハウス作るよ。そしてみんなのを見てビーコンの使い方も覚えたよ。これで最強セキュリティハウス出来上がり。どこがセキュリティできてんだよ。ビーコンつければいいんじゃないのか。これでみんなのセキュリティハウスが揃いました。こっからどれだけモンスターから身を守れるか勝負だ。ルールは簡単、灰色ハゲ軍団に襲われてどれだけやられないかの勝負だ。まずは先生から行ってみよう。いきなりしっかりしてそうな先生から行っちゃうの。じゃあビリジャー銃ビンディケーター銃のラビッチャーさんにしてみようかい。かなりの量だけど身を守れるかな。それではスタートのその前にチャンネル登録よろしくお願いします。中途半端なところでお願いしたんな。改めて先生からスタート。絶対にやられないぞ。まずはこっちに全員引き寄せよう。そしたら弓矢が出てダメージ食らうはずだ。あれ弓矢全然出てなさそうだ。完全に設計ミスだ。簡単に入ってきちゃって、ちょっと待って、やられちゃったよ。あちゅぺちゅぱー先生速攻でやられちゃってんじゃん。思ってたのと違うな。弓矢で次々とやられてくはずだったのにな。とりあえずマグマを出しといて中に入ってきたやつをやっつけようと思ったのに中に入ってきてくれないじゃないか。何もかもうまくいかない。意外と先生のセキュリティハウスダメだった。こっちに引き寄せてからマグマを出していこう。さあこっちに来るんだ。そして急いでマグマを追って、ああレバーレバー引き出ない、やばいやばい、ちょっと待って、やられちゃった。何やってんだよ先生、もう2回もやられてる、3回もやられてるよ、ひどすぎだな。全然うまくいかないよ、ちょっと待ってよ。もうまたやられちゃったよ。なんかもう普通に戦っちゃってるよ。普通に戦っちゃってんなら先生、これもうノーセキュリティだよ。これは先生負け確定だね。せっかく頑張って作ったのに負け確定はやめてよ。だって何回やられたら気が済むの。ものすごい量やられてっからさ。なんとか倒せたよ。さあこっからこっから今までの話にして。それはできないでしょう、大マイナスポイントだよ。これはまずいな。もっといいところ見せないとな。弓矢は出ないし、まさかこの細い道簡単に渡れるなんて。まだだ。何回やるんだよ。次こそはマグマを食らえっていつの間にかいなくなってんのか。まさかこんなにうまくいかないなんて。また入ってきたよ。どんだけ入ってくんだよ。もうギブアップ。まさかの本命の先生がギブアップ。それじゃあ続いてバカキン行ってみよう。バカキンはどうせ身を守れないからやらなくていい気がする。これが僕の最強セキュリティハウスだ。どこが最強だよ、速攻でやられて終わりでしょ。だけどビンディケーターが穴塞いちゃってるから弓矢がうまく当たらなくて身を守れている。先生よりうまく身を守ってるじゃん。まさかバカキンのこんな家に負けるの。次から次へと敵を倒してすごいセキュリティだ。奇跡が起きて助かってるね。負け確定だと思ってたのにいきなり優勝候補のバカキンだ。世の中何が起きるかわからなくてびっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点。めちゃくちゃ敵倒してやられてったね。僕の優勝だ。それじゃあ最後に僕行ってみよう。それじゃあ
しゃがみながら進んでいかなきゃいけないから大変。やっぱりめちゃくちゃ住みにくそう。それじゃあこっちに引き寄せていきましょう。はい、みんなこっちだよ。どんどんやられてって。なんだかいい感じにダメージ食らってってるね。バリアブロックがすごく良かったかもしれないね。めっちゃダメージ食らってってるから、もう待ってるだけでいいよ。ナイスセキュリティ、マグマブロックがいい仕事してくれてるよ。よかったよかった。うわー、その距離届くの？どんだけ首伸びるんだよ。油断してたよ。あちゅっぴちゅっぱー。さっきは油断しちゃったけども、いい感じにどんどんとダメージを与えていく。しっかり守れてるね。住みにくそうだけど、次から次へと敵を倒せ倒せ、どんどん倒していくぞ。気づけばあとちょっとだよ。僕にかかれば余裕のよっちゃん。89歳倒してこないで。あーもう入ってきたよ。やってらんないよ。だけど入ってきたってマグマブロックでやられていくので、あれこれが僕の最強セキュリティハウスだ。なんでめちゃくちゃダメージ食らってんだよ。というわけで今日の戦い終了。そして今回の勝者はドヒー。今回は先生もひどかったもんね。それ以上言わないで。というわけで今日はここまで。よかった高評価お願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。